小糸、何か落として。お守り持ってるの？いや、これはそのうちは学業お守り出してないので。小糸、受験はまだだろ？なんで学業お守りなんか。もうすぐテストがあるんだよ。今回ちょっと自信なくってさ。なんだ、そういうことか。はぁ、てっきり小糸に愛想つかされちゃったかと思った。もうそんなわけないじゃん。よし、それじゃあ遊ぼう。小糸、私の話聞いてた？